是东京的主持人杨子，今天我们来到了日本非常著名的电子音乐节 Audio 2015。那在这里呢，今天来了3000左右的人，那还有从世界各国来了许多著名的 DJ 哦。那当然，来 Fest 的朋友们穿的都跟平时都不一样。那我们去看看他们穿的到底是怎么不一样。こんにちは。暑いですね。暑いですね。やばいです。やばいですね。この日差しが半端ないですね。なんか私フェス初めてなんですけど、フェスのコーデみたいなのを着てほしいんですけど、どういうイメージですか？今日なんかオーディオフェスだから音楽を意識して。なるほど。どうロックって。そうですね。自分ロックが好きなんですけど、こういうダンスミュージックも好きなんで。なるほど。なんだろう、このサングラスじゃないですか？どこの？レイバンです。かわいい。クラブマスターズ。クラブマスターズ、はい、っていう型のやつ。型のやつ。そっちがウェイファーだ。じゃあ逆に女の子たちでこういう格好してほしいなみたいな、もしこういう時だったら夏だからなんか夏っぽい格好。その時々にあった、例えば肌出したりとか、その時のなんだろう、気分とか出してくれるといいんじゃないですか？そういいかなって、はい、この場だし。そう結構こんがり肌と白いお肌だって感じですか？その人に会ってたらどっちでもいいです。自分も焼ける覚悟で。今日そうです、今日何も塗ってないし。あ、はい、